おはようございます。めちゃめちゃ久しぶりにゲットレディーウィズミーやっていきたいと思います。何のポーズ？というわけで起きてね、もう1時間ぐらい経ってるんですけど、奥歯にあった虫歯をなんか治療して治したところがね取れて穴が開いてしまったので、あの急遽ね地元の歯医者さんに行って治してもらったんですけど、8時半ぐらいにね電話したんだけど、9時半だったら行きますみたいな感じだったので、飛び起きて髪の毛だけちょっとだけねアイロンしてカラコンだけ入れて行ったんですけど、ちゃんとメイクしていきたいと思います。今日はなんかいつもと違っておうちメイクというか、私が撮影の時にいつもしてる簡単でめちゃめちゃ時短のメイクをしたいと思います。まず使っていくのがラセムのコンシーラー。私が使ってるのは、02番です。結構最近クマがこう分かるのでこれを隠します。涙袋になるところを開けてちょんちょんって点置きして、あと気になるところ、自分の私は口角と鼻の赤みが気になるので、そこでめちゃめちゃ忘れてた、鼻だけに下地を塗ります。あのエチセのオイルブロックベースを鼻だけに塗って、まず鼻の方を伸ばしたいよね。鼻とかもこういう感じで、分かるかな、結構ここに隙間を開けて塗るとここら辺に溜まって汚く見えることがないと思います。スポンジではなくこのクッションハンデのパフで伸ばします。広げるときも涙袋を潰さないように広げて、でクッションファンデを塗ってきます。最近これを使ってます、ムーンショット。ブラックピンクとかビッグバンとかの YG って事務所が出してるファンデーションというかブランドのクッションファンデなんですけど、最初ねなんか下地塗って使ったときすごいなんかよれ方がやばくて、で使ってなかったんだけど、下地を塗らずにこうこのファンデだけ塗ったらまあまあ薄付きで綺麗な感じにあのカバーしてくれたので、そんな感じで使ってます。なんか下地との多分相性が良くなかったのかな。私が使ってたのはねプリマビスタのやつ使ったんだけど、それがねなんか多分正解じゃなかったんだと思う。なんかいろんな下地で試してみたんだけど、オイルブロックベースみたいにサラサラするやつくらいだったらまだいいんだけど、私保湿系の下地が好きで使ってたのでよく、なので保湿系の下地とはなんかあんま合わない気がする、私の肌にはね。人によって違うからあれだけど、でこれをリピするかって言われたら、あの竹めっちゃ可愛いしジェニちゃん大好きだから、ワイはこのファンデで生きていこうという気持ちでこれを頼んだんだけど、って感じで、ね、この間なんかリトルが誕生日プレゼント動画で紹介した紹介の動画撮った後にディオールのクッションファンデをくれたので、これが終わったらそれを使おうと思ってるんですけど、早く使いたいんだけどさ、クッションファンデってなんか開けてからさ使わない日があるともったいないので、これを使い終わってから買いたいと思います。眉毛を描いていくんですけれども、髪の毛がピンクなので使うものは一緒なんですけど、カラーがちょっと前と違ってて、リセのアイブロウパウダーのカシスブラウンのこのカラーを取って使います。なんかこれ廃盤じゃないけどなんかリニューアルしたんよね確か。最近眉毛細めに描いてるんですけど気づきましたなんかこっちはいいんだけどさ、こっちがさやっぱこう顔にズレが生じてるためさ描きにくいんよね。今日失敗の日パウダーはこのピンク一色だけにしてます。ケイトの眉マスカラの BR2 番を使って眉マスカラしていきます。時短ポイントはね多分下地がないっていうか、下地なくてクッションファンデってとこと、あとアイメイクかな、アイメイク結構簡単なんよ。そしたらこのエチュードのフェイスカラーシェーディングミディアムタイト、まずシャドウを描いていきます。ちなみに使ってるブラシはダイソーのビワグラムシェーディングブラシだったっけかな、なんかこういう斜めカットの結構分厚めというかこんぐらいのやつです。ほんとチョンって取って、もうこのついてるかついてないかぐらいを取ってさっと鼻の根元に入れます。もう片方もさっとで鼻先にも入れてシェーディング終わりなんか人と会うときというか外出るときはねここら辺にもさーって入れるんだけど、こういうとこね最近入れてないです、サボってます。MAC のミネラライズスキンフィニッシュライトスカペードっていうパウダー、ハイライトを使ってハイライト入れていきます。くるーって指でこうやって取ってこの眉毛の上くらいから目頭くらいまで入れます。なんかブラシで入れた方がいい気もするんだけど、ハイライトはがっつり入ってて欲しいタイプというかがっつり入れたいタイプなので、平たい顔族だからさ、あとねここは塗らずにこの鼻先にちょこっと入れます。目頭側にもこうやって入れて、唇の上にも入れて、顎にも入れて、この頬の高い位置
にも入れます。そうするとこう立体感がちょっと目かコンタクトがずれる立体感がちょっと出たかな。そしたらチーク塗っていくんですけど、最近ドラッグストアで買ったこのなんて言うんだろう、このブランド BW ミリコスフレチークっていうののハイコーラルっていうカラー、これを塗ってます。これねスフレチークっていうだけあってすっごい質感がやばいの。伝わるかわかんないんだけど、こうふわふわなの。ローソンのバスチバスチ触ってるくらいふわふわ、スフレチーズケーキって感じで、こんくらい取ってさっきのハイライトの位置のちょっと内側目に入れます。結構ナチュラルに発色するので初心者の方でも使いやすいと思うし、しかもこれね300円くらいで買えたからめっちゃ安かった。でまあその上からこのオレンジのキャンメイクのパウダーチークス PW40 番っていうのをのせていきます。まあ、ノリが良くなるっていうのと、下にピンクっぽい血色感があるカラーを入れることでよりオレンジチーク黄色チークがナチュラルに乗るかなって思ってそうしました。でアイメイクいこうと思うんですけど、最近は結構シンプルというかパレットじゃなくて単色シャドウを使ってて、リトルに誕生日にもらったセルボークっていうところのオンランタリーアイズ28番です。これオレンジっぽい感じのやつなんだけど、これを指で取ってまずはまぶた全体にのせます。可愛いよねこのカラー、なんかなんて言うんだろう、オレンジなんだけどブラウン寄りだからこう肌にめちゃめちゃ馴染む。で同じカラーをブラシで取って涙袋にも入れます。最近ずっとこの今日やるアイシャドウの入れ方というかカラーの使い方が多い気がします。そしたらこのアディクションのピンクの094番シャングリラっていう、これイベントの時にいただいたやつなんですけど、これをまず指でこう取って、ほんとちょっとだけ取って目尻に入れます。縦グラデっていうか濃い薄いみたいな感じでグラデしていくパターンと、こういう縦に薄いで目尻にだけ重みをつけるグラデがあると思うんだけど、私はその横にこうグラデーションがあるのがすごい似合わなくて、なんかやぼったく見えちゃうので、いつもこう目尻に重さを置くメイクをしてるんですけど、なんかこう縦にグラデするの似合わないなとかなんか変だなって人は目尻にだけ濃い色こういう風に置いてみるのもいいんじゃないかなと思います。もしかしたらそっちの方が似合うってパターンあるからね。それで同じカラーをまた別のブラシ、細めのブラシを使ってるんですけど、これをこうやって取って目尻に入れます。だからもうこのくの字に暗めの重いカラーを置くって感じで入れてます。暗めというよりか私ピンクを入れることが多いですね。可愛らしい目元というかいい感じに垂れ目になってくれるので、ででん、あの大好きなクリオの G10 番っていうアイシャドウをのせます。これねプラザとかにも売ってるので気になる方はぜひ買ってみてください。アイシャドウを混ぜるのにも使えるし、単色でもめちゃめちゃ可愛いし、涙袋にのせてもめちゃめちゃ可愛いのでめっちゃ万能です。この MAC のダズルアイシャドウリキッド Everyday is Sunshine っていうもの、これもいただいたやつなんだけど、シャンパンゴールドみたいな感じのカラーなので、涙袋にちょんちょんって置いてちょんちょんってこれを伸ばしていきます。マックに行った時このリキッドアイシャドウ可愛くて同じカラーを買いかけてたこれ持ってるやつだっけみたいな、なんか品番まで分かんなかったからあれだったんだけど、全く同じものをね買おうとしてたこれで結構涙袋がこうぷっくり見えてくれてるかなと思います。アイプルーフのウルトラムースアイライナーブラックブラウンっていう、可愛いよねこのパッケージも。これを使って目尻だけアイラインを引いていきます。で、これがね資生堂のビューラーなんですけど、ビューラーでまつげを上げてきます。この自粛が始まってからねほぼマスカラつけてないかな。なんか、まあ、盛りたい時とか気分を上げたい時とか、あとはまあその日の気分でというか、今日はピンクメイクしたいなとか結構盛りたいなって思った日には使ってるんだけど、なんかこういうデイリーメイクではあんまり最近はマスカラつけてないです。
でもビューラーは一応しとくと、まつげ上がってるとね結構化粧してる感が出るんですよ。私の同級生でも高校にビューラーをしてきた子がいたんだけど、化粧してるでしょみたいな感じで言われてたの、先生に。ビューラーするだけで化粧顔になるっぽいから、自分のまつげ上げてみるのもいいんじゃないかなと思います。リップはデデン、エチュードのパウダールージュティント BR402 番を使います。ティントなので結構色持ちもいいし、このパウダールージュティントなのでマット風に仕上がります。で最近私はマットも好きなんだけど、その上からリップ重ね塗りするのにハマってて、最近はこのフランパールージュの01番、ニコルンプロデュースのシーメルだっけっていうののこの赤いの塗り重ねてます。プランパーリップなのでちょっとこうスースーするんですよ。ででーん、完成です。髪型を直していきたいと思います。最近ねもうね黒い部分というかもうプリンがやばくて、ポムポムプリンよりもプリンみたいな、全然意味わかんないけど、すごくいいので、最近この黒いカチューシャで隠すことが多いんですけど、そろそろマジで美容室行きたいですよね。というわけで今回はどちらかというとメイクのポイントを喋りながらという感じのゲットレディウィズミーだったんですけれども、いかがだったでしょうか。最近現場もないし、推しからの供給も毎日のモバイルブログがさもう心の支えになってるんだけど、あ今日は誠くんゲームしてんだなとか、今日は誠くんいちご飴作ってるんだなって思って生きていくしかないんですけれども、皆さんどうお過ごしでしょうか。普通のね日常に戻れることをめちゃめちゃ願ってはいるんだけど、そんな簡単ではなさそうなので、お家の中でできるおたかつだったりとか、あとは新しい押し方も考えていけたらいいなと思っております。メイク動画なんかでもリクエストがあれば、こんなメイクが見たいとかでもいいし、お気に入りとかおすすめコスメを教えてほしいとか、あとは新作でなんとかが出るのでスウォッチしてほしいとかもね、ぜひぜひリクエストを受け付けるので、よかったらコメント欄に書いてくれたら嬉しいなと思います。最近はビューティーコリアっていうところで韓国コスメをねめちゃめちゃ大量に買ったので、それが届くの待ちなんだけど、プチプラからねデパコスまでちょっと22歳になったということで、いろいろ試していきたいなと思っているので、皆さんのおすすめのコスメとか、あとは最近はこんな感じでメイクしてますっていうことがあれば、そちらもコメント欄に書いてくれると嬉しいなと思います。インスタグラムとかツイッターとかでもコスメの投稿できたらいいなと思ってるので、ぜひぜひ SNS のフォローもよろしくお願いします。チャンネル登録も一緒にしてくれたら嬉しいです。それではチョコバナーでした。バイバーイ。